ザインタビューは2014年のアメリカ合衆国のコメディ映画 G インタビューと記載される場合もある。日本では劇場未公開 DVD やブルーレイの発売予定なし配信の予定も2021年時点ではない。共同監督のエヴァンゴールドバーグ、セスローゲン、出演のジェームズ・フランコは前年の作品 This is the end 俺たちハリウッドスターの最強最後の日。 から続く組み合わせになる。トーク番組の司会者デーブとアーロンは、朝鮮堂々と第一初期、キム・ジョヌへのインタビューを許されたことから、中央情報局のエージェント二人がデーブとアーロンの元へ訪れ、そのエージェントの片方が、テイクヒムアウトとインゴを使うが、デーブとアーロンは暗殺以来であると悟り、彼の暗殺を試みる。二人は、金の怒りを買い、金は怒りに任せ、 大陸間弾道ミサイルの発射を命じる。だが命令が発せられる前にデイブは戦車でヘリコプターを撃墜して金を殺害し、ミサイル発射を食い止める。二人は北朝鮮軍に偽装した米海軍特殊部隊に救出され、デイブは自分の経験を本に表す。そして北朝鮮は数クの女性を受けて民主主義国家になる。このか劇中の番組、 スカイラークトゥナイトのオープニング映像で、エマ・ストーン、ザック・エフロンなどが、仮名を出演している。朝鮮労働党、第一初期、キム・ジョン・ウンを揶揄する内容であることから、朝鮮民主主義人民共和国祖国、平和統一委員会公式ウェブサイト、我が民族同士は、2014年11月28日、完全なる現実の歪曲と、おかしな想像で作られた。 暴力映画の上映は、尊厳高い話が共和国に対する国悪な挑発行為であり、正義の人民に対する耐え難い冒涜と非難するとともに、制作者側に対し、我々の断固たる懲罰を受ける必要があると警告した。2014年12月25日の全米公開を、皮切りに世界各国で公開される予定だったが、配給元である。 ソニーピクチャーズエンタテインメントに対して大規模なサイバー攻撃を行ったとされる集団が上映予定の劇場を脅迫したことからスプは同年12月17日にビデオオンデマンドを含めた一切の公開を中止すると発表したその後同社の CEO であるマイケル・リントンは公開に向けて新たな手段を探っていることを明らかにし同年12月23日には 米国内の一部の映画館で当初の予定通りに12月25日から上映されること、また翌24日には劇場公開に先行してネット配信されることになった。本作は2014年12月25日にアメリカの映画館331館で限定公開され、公開初日に100万ドル以上を稼ぎ出した。そして、 公開発週に285万ドルを稼ぎ出した。オンライン配信後の4日間で1500万ドル以上を稼ぎ出している。ソニーピクチャーズクラシックスがオンラインで配給した映画としてキング・オブ・マンハッタン危険な賭けを抜いて最大のヒット作となった。新東人電子台によれば北朝鮮内で本作品の海賊版が50ドルで販売されているとのことである。 2014年12月、ソニーによる公開中止の声明を受けて、アメリカのポルノ映画制作会社ハスラービデオが本作のパロディとなるポルノ映画を制作すると発表した。そのタイトルは、ディセイントザインタビュー XXX となる予定である。北朝鮮の指導者を CIA に雇われた二人の市民が暗殺しようとするという内容は変更しない。ハスラーの創業者、 ラリー・フリントは、もし、キム・ジョンウンと彼の腹心の部下たちがかなり怒っているなら、ソニーは、我々の制作するポルノ映画を、キム・ジョンウンらが見るのを待てばよい。私は、生涯を通して、アメリカ合衆国憲法の修正第一条と、戦ってきた。外国の独裁者が私の言論の自由を奪い去る、ことはできないと述べている。2015年の1月から3月の間に、 パロディポルの映画の制作が始まる予定である。本作は第35回ゴールデンラズベリー賞の12部門でノミネート候補リストに載っていた。2015年1月13日に正式なノミネート者が発表されたが、本作はノミネートされなかった。このことには、超授与するゴールデンラズベリー賞財団の何でもハッキングできると思うなよ。というメッセージが込められている。 ありがとうございます。